8時半から来る。いや、いつもそうなん。8時半に来て、はい、ここへ荷物全部上置いて、はい、自転車置いて、はい、そこから、ここから近くに墓が、先祖の墓とがあるんで、墓場に行って、から入るっていうのが決まりやな、僕の。じゃあ、牧坂はいつもそれぐらい。いや、どこでもやった。どこでも、遠征の時はもう前の日に墓場に。あ、もう21年以上か、22年目か、もう。いや、欠かしたことない。墓参りというのは、例えば松坂だったらご先祖様のお墓ですよね、うん、遠征だったら遠征だったら別に前の日に墓参り行くよ、はい、墓参りは欠かしたことない。じいちゃんばあちゃんの墓もあるし、はい、だから岩見家代々の墓もあるし、はいはい、それと墓参りして頑張ってくるよって、まあまあ、怪我ないように、はい、まあ、自分のレースできるように、まあ、頼み事ではばっかりであかんで、そうですね、まあ元気で来れることにまあ感謝してます。いい話ですね、全県民が。いやでも有名やよ、俺が前の日に墓まで行くのは。ああそうなんですね、うん、絶対墓までは欠かさない、まあ、家で出るときは神棚に手を合わせてる、もう欠かさない、神頼みですわ。年々もお守りが増えて増えて落ち着けますね。お守り天候ぶりやろ。頑張ってください、頑張って、はい。